この辺がガチッと数理的に出てくるところが、まあ、このモデルの自慢なんですが、ラムダについて、コンパラティブスタティクスができて、まずシグマ、リスクの量ですね、イデオセンカルリスクに関してはディクリージングであると、要するにリスキーなエンバイロメントでは不平等度が高まる。それからトレンドプロダクティビティグロースですね、まあ、経済の成長率、トレンドの成長率が高いと、ラムダは増えると、要するに成長率高い経済では不平等度が減るという大きな特徴があります。で、まあ、これも直感的だと思います。リスクが大きいところでは、まあ、不平等が増えるだろうし、どんどん成長しているときには不平等が減る。これなんでかっていうと、中産階級から、高所得者への流入が増えるからです。で、そのあたりをこのグラフで説明したいと思います。で、パレートエクスポーネントっていうのはリスクとトレンドグロースの2つの、バランスから決まるんだと。で、レラティブウェルスで考えますと、ディフュージョン効果シグマは、まあ、これ不平等度を高める方向に、要するにフラッテンラムダを低める方向に働く。で、一方グロースっていうのはここではレラティブウェルス取ってますから全ての人から割るわけですね、ギャンマ分だと。だから、不平等度を低める方向に働く、そのバランスになれたっていう。であるいはこういうふうにも言えるかもしれない。これを今度はウェルスの絶対量での分布を考えてみたときに、ウェルスはどういうふうにして増えていくかっていうと、一つは労働所得からの、蓄積という形で増えていくわけです。でそれこそがそのさっきの決定プロセスでのアディティブ項ですね、 Z に対応しているわけです。これは労働所得からその一定割合を資産の蓄積に振り向ける分。もう一つはディフュージョンです。資産 K を持っていると、それに対してリスクがかかるわけですが、拡散効果で、そのリスクを取ることによって、増えて